キュンあ、何これすごいなんかごめんなさいちょっと遅くなっちゃってあのー、ちょっとバタバタしちゃってごめんなさいあ,ありがとうありがとうございますこんばんはうん今始まったばっかごめんね遅くなっちゃってはあ、なんか 初めての TikTok ライブなので <laughs> ありがとうとりあえずねグッドオーガニングからだよねせーのグッドオーガニング <laughs> そうグッドオーガニングっていうのをちょっと知らない人もたくさんいてなんか混乱させちゃってるかなって思うんだけどそうこれはなんか桜学院時代アイドルやってた頃の一応キャッチフレーズとして使ってて。 でなん,か、まあ、なんか言いたくなっちゃったんだよね。<laughs> 声が好きありがとうありがとう <laughs> 前髪はねすごいねあれなんだよあのー、昨日の動画にも出したんだけどあ何これ <laughs> とりあえずそう昨日の動画にも出したんだけどあのね 前髪ストレートになっちゃうんだよねすごいあ免許したコメントありがとうロング好きやったなんか私一回高校一年生ぐらいの頃にバサって切ったんだけどあまりに似合わなさすぎて <laughs> 私の初めてのチューシャオオガチ推し大雅ちゃんうわう嬉しい大雅ラブありがとうございます そうラップのやつだから前髪伸ばせないんだよね逆にすごいよみんななんか女の子はさみんな前髪綺麗でこうこうやってさなんていうのわかる <laughs> 韓国っぽい感じで私にはちょっと向いてないんだよでうわビッグラブありがとうございますすごいなんか新鮮だななんかそんな今まで私インスタライブしかやったことなかったから そういうういい機能があるんだなっていう免許取るの大変でしたかそう免許はでもねあのー、仮面が一番大変だだったんだよね仮面が大変であのー、本面は結構順調にいけた仮面は結構何て言うの一応ストレートで合格はしたんだけどなんかね、うん、あのー、実技がすごく難しくて S 字とクランクっていうのがあるんですけどこうやって。 くねくね曲がったりとかするんだけどそれが本当に難しくてめちゃめちゃ先生とかに迷惑かけちゃったんだよね <laughs> 高速乗ったまだ乗ってないです高速はね乗ってないんだよねなんか私の行ったところがシミュレーションの高速のシミュレーションだけだったからちゃんと乗れてなくてい怖いよね絶対乗れないなフフ <laughs> でも早速練習も始めて 無線車楽しかった無線車は本当に楽しいなんか初めて先生たちを先生を隣に乗せずにあのー、教習所内を走るんだけどねなんか親友ちゃん一緒にいた親友ちゃんも「えなんか無線車めっちゃ楽しかった」って言ってでもなんかそうだね無線車まあでもいざ行動を一人で走るっていうのはちょっと私は無理かなまだ。 あそう桜学院の子です桜学院の子ですよく言っていただくんだけどありがとう、うん、うん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 すごいいっぱいたくさん <laughs> そうあでもね山形は雪道じゃなかったんだよね私が行った時はもうあの雪が溶けててなんか先生が言ってたのはあのー ちょっと前もう多分2週間3週間ぐらい前に行くともうね雪道だらけであのー、停止線停止する線とかも見れなくてすごい大変だったみたいだよ高速の方が案外怖くないのあそうなんだうん楽しみ <laughs> うんうんそうなんかすごい免許の先輩方がたくさんコメントしてくださって <laughs> 嬉しいですね福島 あ福島はぜひいつか福島にも来てねってあるんだけど福島はねあの実は合唱部高校時代合唱部だったんだけどそれで結構あのねあの福島のチャリティーコンサートとかっていうのをやってて東日本大震災のそういうのを結構参加してたからめっちゃ行ってます。第二のふるさと山形福島 <laughs> かなっていう感じなんだけど。 あありりががとといいっっぱい来ててくださってありがとうございます <laughs> 北海道にも来た北海道もね行ったことは実は私、あのー、海外行ったことなくて日本の中でもほぼね行ったことないんですよ金沢北海道沖縄山形福島多分それぐらいしか行ったことなくてああと三重とかあ行ったことある結構行ったかな。 結構いたたこととあったんだけど愛知とかでもねあんまりその旅,旅をねしたあんまりしない人だからそう怖い共感い,い,、ね、いなかった怖い共感はあのねいなかったなんかやっぱりすごい愛情を感じたっていうのかななんかねうん <laughs> そう結構いてた。 <laughs> あそう合唱部合唱部仲も嬉しいうん <laughs> みんないっぱい練馬にも練馬 <laughs> 練馬ってさすぐそこ私東京に住んでるので友達結構練馬とかに住んでたりする合宿先で自分のこと知ってる人いましたいないよ <laughs> いるわけそんな私のこと知ってる人はいないよねいるかな でもなんかコメントとかで「なんか見てま,なんか見ましたよ」とか「その声かけかけたかった」みたいなふうに書いてくださった方がいてあのなんか、えー、声かけてよって思ったんだけど嬉しかったもしかしたらいたかもあれもしかして一緒の教習所だった大学は春休みそう春休みで本当に運動しなくなっちゃったんだよねみんな大学生って何してんだろうね運動 多分さカフェ巡りとかいろんな子がしててさそういうのはあるだろうけど <laughs> 山形のおそば食べましたか山形はね食べてないんだよねなんかあの辛味噌ラーメンっていうのが有名っていうのを聞いてあの先生から聞いて行きたかったんだけどだかコロナでその外,しその外食が禁止だったのねそうだから。 泣く泣くだから今度は本当に親友ちゃんともう本当ちコロナが落ち着いたんだけどなるべく早いうちに山形にドライブ行きたいねって話しててうんそういう感じ本当に可愛いありがとうございますもうありがとう本当にすぐ敬語になっちゃうんだよね癖で中学時代そのちょっとこうあの桜学院に行った時は結構なんていうの,あのまだそう中学生だったから お客さんだからもう敬語だったからなんかこう慣れないんだよねあんまりありがとうとか <laughs> 言うのがね慣れなくてなんかすごいね多分 TikTok は結構中学生とかも見てくれる見てくれてるのかなってうん大学生バイトだよねそうそうそうバイトなんだよねバイトしかすることないんだよね言っちゃえばバイトと うん、私今日あのー、あ内緒にしとこう今日の動画で話すからそううんだから山形は本当に大好きになっちゃったなんか山形の人がいいのかななんだろうもうなんか全体的に <laughs> なんか何のバイトあ一応ね塾,塾のバイトかなしてて。 一緒に料理したいいありがとうございます私ね料理ねいっぱい料理動画出してるんだけどあんまそんな得意な方じゃなくて実はうんなんか好きなんだよね食べることが好きで作っちゃうんだけどスイーツとか全然作れないんだよねやば,やばいよねみんなスイーツ女の子ってさスイーツ作るのめっちゃ上手じゃん私はそういうのが苦手だから <laughs> すごいみんなバレンタインとかさ サークルは入ってないサークルはあのー、最初の方に慶音かなちょっとこうバンドのサークルに入ってたんだけどちょっとこう自分のしたいこととはちょっと違うのかなって感じて変えちゃ変え、あのー、今は何もやってないんだけどうれ <laughs> しすぎる国家国立大学合格しましたおめでとうなんかね あの結構そうだよね今その時期だもんねすごいな国立大学おめでとう <laughs> スイーツ挑戦しましょう頑張りますいつか <laughs> 1年後とか <laughs> 先延ばしにしちゃうんだよねうんアイラブユーオガちゃんありがとう BB あ BBB かな BB スイーツは大変うんかじるバターアイスかじるバターアイスは売ってたんだよねでも私が 投稿しその山形で山形のコンビニで買ったんだけど買った直後もうね売り切れててそう本当にその日たまたまあったって感じでその後も結構しょっちゅう親友ちゃんと見に行ってたんだけど全然売ってなくてびっくりしちゃったみんなねそうなんか他のなんかの女の子とかもコンビニ来た時に「ダイス売ってるかな?」とか言ってそう売ってないんだよね とえっとえっと,、ねちょっと待ってね、うんおめでとう、うん、サークルはね入ってみないと分かんないだからこれから大学生になる子たちもどうなんだろうねコロナでどれぐらいサークルがあの開始されてなんか盛んなのかちょっと私も分かんないんだけどうんそう運動部入るといいよね確かに運動いいよテニスとか運動は絶対入ったいいわやんなくなるもん 本当にやんなくなる <laughs> そうだねさくらんぼのにいするよねさくらんぼのにいするよねさくらんぼのにいするどこがみたいな <laughs> そうなんだかバターアイス絶対食べたがい私最高に美味しかったようんでなんか最初 なんかその TikTok でちょっと載せたいねって言って親友ちゃんと買いに行ったのね買いに行ったんだけどなんかあんまりあのー、最初に正直そんなに食べたくなくって何て言うんだろうすごいこってりしてたらどうしようとかなんかちょっとこうバターって聞くとしょっぱいイメージがあったからなんか、まあんまり2人で分けるみたいなこと言ってたのでもとりあえず食べて流行りだし食べてみたいねって言って食べたらもう。 絶対食べた方がいい <laughs>。うんアイスアイス大好きなんだよね免許合宿中に食べ過ぎて普通に太っちゃった <laughs> オートバイに挑戦しませんかオートバイいいな,なんかねあのー、免許合宿にもう一回行きたすぎて親友ちゃんともう一回二輪車取り行くみたいな <laughs> 感じで話してるんだけどオートバイいいななんかもう行きたいんだよね 夢の国だったな、合宿。うん。<laughs> そう。そういう感じかな。あ、すごい外国の方も。来てくださってて、私ちょっと韓国語とか読めなくて、ごめん、なんか。すごいよね、今のさ。 通知が来なかった、あ、TikTok ライブ通知が来なかったから遅れましたありがとうお初お初うれ、ん、しい <laughs> なんかねこう分かんなかったんでねインスタライブとの違いとかも最初分からなくてそどんな感じなんだろうと思ってたんだけどオートバイお父さんそんなにいいんだ免許合宿そうだね合宿免許か うんうん、人それぞれかもしれないんだけど私の友達最初私が免許合宿行く前にあのね私の友達がもうすでに大学1年生の頃に行っててすっごい楽しそうでなんかもう先生たちもいいし何て言うんだろうすごいみんなと仲良くできたみたいで男子も女子も関係なくワイ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 大学生らしいことができたとか言ってたんだけど私はねみたいな私大学生らしいこと全然しなかったんだよね ずっとしんやちゃんと一緒にいてなかなかね話しかけられなくて他の子にその大学うんどんな感じですか TikTok ライブは <laughs> まだわかんないなーなんかどれぐらい時差とかどれぐらいあるんだろうさきちゃんドーナツの中で何が一番好きドーナツはまあ言っちゃえばクリスピークリームドーナツのあの 一番シンプルななやつかなあれは最高でもねみすずだったらココナッツゴールデンチョコレートココナッツチョコレートあれはやばい <laughs> 桜学院の時から見てます大好きですありがとうありがとう嬉しい桜学院の時から見てるって言ってくださる方もいればその TikTok で初めて見ましたとかそのあっそデリ ポン・デ・リングだ,ンングだ私が好きなのごめんねなんかポン・デ・リング私がそのなんかあのインスタの DM とかでもすごい送ってくださってその TikTok の DM とかでも「TikTok で知りました」とかそういう世界にもあいるんだっていう実感をその都度感じてて好きなラーメンの種類は何ですかうんこってり系のまあ麺は や、まあ、柔らかいかかいで言ったら硬いのが好き一回大阪のだんじり祭りだんじり祭り見に行きたいな大阪ね行ったことあるわ行 <laughs> ってない詐欺が多いね行ったことあるんだよねうんそうそう美味しいよねクリスピーもミスドも豚骨と,とか豚骨と,とかね大好きで確かに。 ちゃんって見かけたら声かけていいのかないやもう全然だから多分ね分かんないと思うよそんなあのオーラとかない <laughs> ないからどうなんだろう全然ありですよただなんか全然時々時々っていうか結構すっぴんでマスクしてこう死んだ目で歩いてる時とかあるから気をつけてね <laughs> 公開授業で初めて見た時からかわいすぎて。 ずっと憧れ憧れ本当にありがとうなんかね公開授業っていうのはその桜のイベントなんだけどその時の私って最高にコンディション悪かったんだよねその時の私をこうやって言ってくださって本当に嬉しいな「オーラある,あるよありがとう」「オーラ」「がガあるよ」<laughs>「笑っちゃうんだよね シンダメやってみてみくださいそんなもんじゃないわ死んだ目んかねこういうんじゃないんだよねもう <laughs> わかんないわ難しいな <laughs> 今すっぴんじゃない一応ちょっとこうメイクしてて <laughs> そうなんかねなかなか咲ちゃんとお誕生日ちょっと近い近い4月11私あ,あと 1> 1ヶ月後ににはもう21歳になっておりますやばいよねなんか今日,今日かな今日昨日かにちょうど誕生日だったお友達がいてもうなんかなんていうの若いっていいな <laughs> って思っちゃったんだよねなんかねその幼稚園ぐらいの頃は4月生まれっていうだけで、うん、もうもう私1個上だからみたいな感じだった多分4月生まれの方は分かると思うんだけどそうやって。 自慢げに言ってた割にねもう二十歳になったら若いがいいなっていう <laughs> あそうだね歌配信もそうだねや,やってやって,いけやっていかないとねなんか登録者もちょっとずつ増えてきて嬉しい公開 <laughs> 公開授業さきちゃんのから間違いなかってよ本当に <laughs> ありがとうなんか 命がけだったもんね中学時代はなんかその頃から知ってくださってる方とかがいてなんか本当とにそれも安心するし TikTok を見て知ってくださった子もたくさんいて本当に嬉しい。まだそうそうそう2021年の21歳そうあの動画ね結構なんかめっちゃい急いで作っちゃったから。 特権とか言って全然特権じゃねえよってね <laughs>。うん。さきちゃんが最初に好きになったアイドルです。本当に本当に言ってる。すごい！ありがとう。なんかね。嬉しいな。そもそも私中学時代の映像とか見て自分がアイドルだったっていう気がしてないんだよね。なんかアイドル、そのグループの中でもさ。結構まあ、バラエティ。 バラエティというか結構可愛いキャラじゃなかったからあんまりなんかすごい何て言うんだろう爆弾娘とかねその時当時言われててうんそういうキャラだったからあんまりこう可愛いいを意識してなかったんだよねなんかすごいそうやって一番好きになったって言ってもらえたら嬉しい声が可愛いありがとうなんかね声私ずっと実はそんなに 自分の声好きじゃなくてそのなんかちょっとこう TikTok 始めてそうやって言ってくださる方がめちゃめちゃ増えてあのね自信も自信がやっと持てるようになったなすごいありがたいさきちゃんこんばんはありがとうかわいいありがとうすごいなうんさ <laughs> きちゃんのフェイスライン好きほんとになんかね 確かにこうここら辺とかねよく言われるんだよね <laughs> でも太ったからね痩せなきゃなんだよ頑張って痩せよう自粛期間中に太った子はうんそなんか今あ今かわいキャラそうかななんかねあんまりどうだろうね素が出してないのかもしれないよ。<laughs> ほんと声がね好きってめちゃめちゃ嬉しいんだよねうんそうベイビーちゃん覚えてるこバカリズムさんのそうだねうん恥ずかしいわな今あの映像見るのはちょっとうん前髪綺れちょっと整えなきゃ <laughs> そう調子悪い悪いかななんか切りすぎちゃったんだよね前髪嫌だなほんとに韓国っぽいさ そうういのしてみたいんでこういうの,いういうの無理私には疎遠なんだよね私の前髪的にえ本当に全然太ってなんかないって言ってくださって本当にありがとう声好きすぎる「教式のなるちゃん」に似てるなるちゃんわかんないな「好式のなるちゃん」でもなんか嬉しいなんか似てるって言われたことが 今までそんなになかったから TikTok 始めていろんな人に似てって言われるんだよねローラとかローラローラさんのこうあの声,声がね似てるってめっちゃ癖だって思ったありがとうだよねって話し方好きありがとうなんかだよねってなんか嫌かなと思って <laughs> 思ったんだけどそれって言ってくださってるしいあそうなんだなるちゃんもアイドルなんだね 目線は上から下から下かな中学3年生の頃は上だったね高校3年生の頃も割と上だったね <laughs> そう結構ねなんかいろんな方に似てるって言われてめちゃめちゃなんか私あ桜井 作楽ちゃんの顔も性格も声も何もかもが大好きでててちゃうんだよね慣れてないんだよねどうやって言えばいいんだろう返し方を教えて嬉しいあ田口花さんみたい小規模ライブいいねいいね,いいね小規模ライブなんかーってめっちゃ口癖聞きづらい <laughs> グッドオーガニングあそうじゃあもう一回やろうかな最初やってたんだけど グッドオーガニー <laughs> 大学ってリュックの方がいいですか大学は多分学校にすごい寄るかもなんかね私の学校は私の大学は全然あのー、リュックの子はいないんだよね結構みんなこうおしゃれなバッグしょってるんだよねだから私は最初高校生の頃使ってた あのお父さんとかお母さんに買ってもらったリュックをしていこうと思ってたんだけどあまりにもおしゃれなバッグの子が多すぎて買っ,買っちゃったあのね 5, 点あの5月大学1年生の5月に御殿場でセールやってるじゃんゴールデンウィークセールみたいなやっててその時にちょっとこうだからなんか本当に場所によるかも場所によっては。 なんか本当にリュックっていもいるし服装とかもそうなんだよね服装本当に学校によって違うから結構なんだかんだ友達に合わせちゃうんだよね友達に合わせてそれっぽい服装をしてみたりとか私の大学はロングスカートの子が非常に多くて身長低いからロングスカート履いたらついちゃうんだよね床にだから <laughs> そうついちゃうからロングスカート 履けなくてもうめっちゃ恥ずかしいだからねいっつもジーパン私は履いてジーパンを突き通してたらもうさっきはもうズボンでいいよみたいになったんだけどそう可いい服装とかが,の子がめちゃめちゃ多いかも大学びっくりしちゃったよね高校の頃はさ結構みんななんかそれこそフリフリとか全然なかったんだけど大学行ってからすごい増えた。やっぱ地方いろんな ところから来るからね。そのいろいろ変わってくるよね。うん。買い物上手？買い物上手。ありがとう。なんかね、買い物は上手って言われるんだけど、私の場合はめちゃめちゃ下手なんだよね。洋服屋さんとかにの <laughs> 二着洋服買うのに一時間とか全然一時間一時間半全然いる。 全然決まんない優柔不断うん私中学の時きちゃんに憧れて話し方真似してたやばいって <laughs> 私の話し方真似したらもう <laughs> 大丈夫友達でもねそういうのあるかも正直私も最初やってたわなんかさドラマのドラマでさなんか女王の教室とか すっっごいハマったのね小学2年生の頃それであのえりカちゃんっていう役があってわかるかなすっごい可愛くて服装とか全部真似してたし喋り方とかもめっちゃ真似してたそういうのあるよね <laughs> うん大学入って初めの頃はおしゃれなバッグ使ってたけどだんだんリュックを使うようになったあそうなんだやっぱ人それぞれだね うんなんかほん当私の友達はもうリュックしかいないみたいな子も確かにいるから何かアルバイトしてたことアルバイトはそうあの、ね、塾をねそれ以外はしてないああとねあのグッズ販売とかしてたかも大学1年生の頃あのー、まだコロナがなあんま,はまあんまじゃないわ全然なかった頃にあのー、なんだ幕張メッセ,幕張メッセ なんかそういうい広いドームとかで売ってたグッズを <laughs> なんかこうアニメかなアニメのキャラクターのグッズを売ってた時期もあったよ <laughs> そんな感じ私うん今日は何時まで何時までしようか9時過ぎとか9時過ぎとかかな9時ぐらいかなどう,どうかなみんなさんが うん、そうやっぱね大学で服装も似るし正直喋り方とか何て言うの同じ環境にいる子によって全然変わってくるびっくりしちゃうよねなんかね高校の時は結構正直何て言うのやっぱ JK だしさチャラいんだよねみんな結構スカート巻いたりとかさ私もすごいスカート巻いてた時期も、まあ、巻いてた時期っていうか、まあ、ちょっと上げてた時期もあったしそういう頃ってさ喋り方とかも結構 みんなさ「なんとかじゃね?」とか言うじゃん「なんとかじゃね?」みたいな感じあったけど大学入ってやっぱねおしとやかな子とかそういう子が増えたんだよねだからあんまり使わなくなったそういう喋り方通学時はスカート派スカートじゃないズボンなぜなら背が低いからですね引きずっちゃそうなんかね履きたいんだけどねなんかか低身長のブランドとか 調べてるんんだけどなんかい,いのあるかなこの前初めて初めてじゃないけど初めてはちょっと持ったんだけど S サイズの,あの、ね、ロングスカートを変え,変えたなんかそういうサイズ分けをしてるとめちゃめちゃありがたくてなんかズボンとかもあのなんか例えばさザラとかさベルシカとかだとさ XS とか,なんかすごいあるじゃん。そうそうそうだからすごいあの 買いいやすいんだよねそういうちょっとこうダボっとしたズボンとかだとさフリーサイズだともう私そう本当に着れなくて身長おいくら身長は151.1です言いたくないんだけど百五 <laughs> 十一151.1です伸びてないん、ね、だ中学生本当に160欲しかったな憧れ今でも憧れ160 1> 1は小さくないんじゃないいや小さいんだよね結構結構ね大学、うん、私の周りは158、うん、とかかな平均どんぐらいだろう <laughs> まだ伸びるまだ伸びるよ <laughs> 伸びるかな伸びたらいいんだけどねなんかもう牛乳とかさ飲んでももうこの20代になるとこっちだからねこっちじゃなくて。 伸びないんだよね横にどんどん膨らんじゃうっていう <laughs> そう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 ありがとうね本当になんかこうさ YouTube とかでさ見るじゃんなんかこうにん,なんか TikTok でもさ流れてくるんだよねなんかモテる女子の <laughs> 身長みたいなさ絶対151って入ってない100みんな やっぱ今の時代は年上女性が人気なのかなとか思うとみんな160とかがモテるモテるんじゃないかなとかねうんそうやっぱり158160ぐらいがやっぱりあ憧れちゃうよね <laughs> うん遺伝か遺伝ね実は 私兄がいるんですけどお兄ちゃんは178あってあの全部身長吸い取られた吸い取られたってこと <laughs> 吸い取られちゃったなんかねあのお母さんも160ぐらいあるんだよねあってお父さんが実はちょっとこう私の血を引いちゃった私の血を引いてないわ私がお父さんの血を引いちゃったお父さんが16223とかかなわかんないんだけど 結構あのー、163とかそうでもまあ私はお父さんの身長お父さんもお父さんですごい好きなんだけどでも兄じゃやばいでしょお兄ちゃんやばいんだよ <laughs> お兄ちゃんに吸い取られたんだよ <laughs> うんそうでもねお兄ちゃんはまあ身長高いから結構なんていうのまあ まあお兄ちゃんがよ,よければね私は小さくてもなんとかやっていけるあハートが来ましたありがとう <laughs> やばいですよ私のお兄ちゃんとね全然違うあキュンです嬉しいなんかすごい新鮮だなそういう機能がいいなお兄ちゃん持って持ってどうだろう お兄ちゃんはモテモテテ <laughs>、ね、多分私の知ってる中で高校時代が多分すごいなんかモテて,モテてたって言ってた気がするなんかねあのー、あれあるじゃん成人式あるじゃないですか成人式に行った時にお兄ちゃんがすごい痩せ,た痩せていったんだってだからもういろんな子から「大んなんかあのー、すごい。 なんかかなんかかっっこよくなななたん,なかななんか言われたらしいあありがとうなんかもういっぱいラーメンとかグッドオーガニングさんグッドオーガニングさんちょっと見れなかったなそうそうらしいよだから成人式でまだまだねチャンスはあるみたい成人式ですごい言われたんだって痩せてってそうそうそう156でもあと2センチ欲しい いいなそういう風に言ってみたいよね156でもって <laughs> 151だからねお兄ちゃんと出かけたりしますかえ全然しますあまたありがとうキュンですお兄ちゃんとは出かけますただやっぱりもう社会人なのですごい仕事がね忙しそうなんだけどやっぱり結構お兄ちゃんと知ってることすごい多くて。 私ドラムとかにも憧れてたんだけどドラムとかすごい教えてくれたりとかあとはお母さんとお父さんのタンプレ買いに行ったりとかいっぱいあと安いカラオケ屋さんソフトクリーム食べ放題のカラオケ屋さんとかいっぱい教えてくれるそうでもね全然あれよあのー、私実は何でもない <laughs> うん桜君時代から応援してます な本当に何かすごい思ったのがその桜学院辞めて芸能界も引退してその時期があったにもかかわらずそうやって何か私もさあのその当時応援してく,れくださってた時から顔も性格も声もさどんどん変わっていってるわけじゃんそれなのにそうやって何か言ってくださるいまだにさこういう成長した私を見ても。 応援してくれるっていうのは本当にありがたい、うん、<laughs> 今今では面白いことに私さきちゃん好きすぎてかなちゃんに嫉妬してた <laughs> それかな聞いたらどう思うんだろう <laughs> 見てるかな <laughs> でもねかなも嫉妬しやすいんだよねすごい私が他のメンバーと仲いいとねもうすぐすねちゃってね もうサキちゃん知らないもんとかさきちゃんのことも好きじゃないからとか <laughs> めっちゃ言ってたよそううん桜君のダンスまだ踊れますかどうだろうね踊ってみれば踊れるどうなんだろうね正直やっぱ桜のダンスはね一人ではあんまり踊んなくて私の場合は、うん、だから そそそうそうそう一人ではあんま踊らないからねでもね意外と踊れるんでね覚えてる体で覚えちゃってるからさきちゃんの笑い私なんか一回あの,の東京アイドルフェスティバルに出た時にあのねあのね普段塾の浦正くんもう卒業しちゃった浦正くんが すごいちゃんの笑い方でなんか浦和さんくんねそう男の格好してるからさうんすごい可愛い,いって言ってもらったんでそれが小学6年生かなその頃から変わってないってすごいなうん可愛 <laughs> い,いでしょすねるかのちゃん桜くんのことまだつながってますかうん全然つながってる 繋がっってるしやっぱりすごいなんて言うんだろうなんかやっぱ連絡でもまあそうだね結構まあそれぞれの道は歩んでるけどさでもそうやってつながってるのはすごく嬉しい <laughs> うん、うん、ありがとうみんなコメント嬉しい。作の 桜学,の学年末テストの時のさきちゃんめっちゃ面白かったほんとに <laughs> あれさ必死すぎなんか今見るともう恥ずかしくなっちゃうんだけど小学生の小学校の時桜垣のダンスを完コピーして踊りまくってた私ももう今年から大学生時が経つの早いよねほんとにだって 私ももう12歳でさくら入ってもう二十歳だもんね8年ことかだもんね笑い方は変わらないそう笑い方は変わってないみたいだよ逆にどこが変わったどこが変わったと思いますか <laughs> どこが変わったんだろうねなんか自分だと分かんないよねけどやっぱりさっきも言ったけどなんか 友達とかのさ環境によってさ性格結構変わらない自分のあい <laughs> っぱいありがとうあんまりバチ爆弾発言しなくなった本当に多分そういう環境がねあの爆弾発言ってさどこでしてたんだっけな生放送かこういうところでいきなりしちゃうかもしれない危ないやっぱ気をつけるようになったよね中学生の子とは違って。 あただってさ私もともと頭で考えるよりも先に行動しちゃうタイプだから結構中学時代は頭で考えるより先に喋って失敗したので、うん、反省を生かすとあそう免許取ったところ免許取って確かに変わったさゆみさ,さゆみあありがとうありがとうもっと痩せたって思う 痩せたそうあのね高校3年生の頃に1回すごいダイエットしてそうそうそうまあ最近はねちょっとこうまたあれだけどやっぱ痩せると変わるよねすごい燃えてたなダイエットになん,なんでそんな燃えてたんだっけなって知ってる人は知ってるんだけど「免許合宿面白かったありがとう!」 免許合宿はねすごいなんか免許合宿の質問とかあったら全然コメントに書いてください。うん、免許合宿あのね何て言うんだろうやっぱり2週間家族と離れるっていうそもそもそういうことがね今までの人生の中でなかったからすっごい面白かったんだけどおばちゃんが出てこなくなった やめてよおばちゃんっぽかったもんね中学生の頃の方がダイエットダメ絶対まあ確かにダイエットするとねするするとするでねなんか変なやっぱ嫌なそうだねダイエットなんか変なこん無理するダイエットしたら結構あんまよくないなうん なんかさこうやってさあ <laughs> っと見てるとあちょっと待ってあありがとうビッグラブ嬉しいベイビーちゃんじゃなくなったそりゃ <laughs> そりゃベイビーちゃんじゃないよねけどねあさ桜ク,クイ咲ちゃんは桜ク,クイーン時代合宿所あ止まってない私は実家だから助手席パパの運転感想は うーんお父さんは私がさい最後駐車するときに「危ない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 」って言って結構さ運転する初心者あるあるでさ運転する時って左に寄っちゃうんだよねすごい。あの柱にさぶつかりそうになっちゃってそ,うそれをでも教習中もめっちゃ先生に言われたから日々改善。 2週間で免許取取れれるるのすごいなそう取れる自分が取れるなんて思ってないからさ今でもあれだよなん,かどなんかコメント欄で書いてくれてた方いたんだけど免許の写真見たらもうと取り立ての時って何回も見ちゃうよねって本当にそう思って何回も見ちゃう自分が免許取った取ったんだ自分がみたいな何か二十歳まあ二十、ね、歳になっていろいろ。 目に見えてこう自分では分かんないけどさ大人になるとか目に見えて感じた免許取って迷ってる子がいたらぜひ取ってみてホームシックには私ねすっごい家族のことが好きだから好き,なんか好きっていうか、まあ、執着が強かったのもともとだから絶対ホームシックになるって思ってたのだけど なならなかもう <laughs> お母さんにあの「家に帰りたいの?」みたいな <laughs> LINE が来たんだけどお母さんから。あの来たんだけどあのごめんねあんまり帰りたいと思わないみたいな,なんか楽しいよみたいな、まあ、感じだったなんかねあのねそう多分お母さん的には「帰ってきて」って言ってほしかったんだと思うんだけど、まあ、私自身ね東京にいるとさやっぱ課題とかやっぱねいろいろ。 考えることがさ倍増じゃんいろいろこうあるからねそういう意味でねもちろん家族はさ家族と入れられるっていう幸せはもちろんあるし、うん、それとは別で何か新鮮さを感じた今日何してましたか自分は実家に帰る準備してたあ実家に帰るんだありがとう TikTok を送りましたありがとうえにこもありがとう。 今日は何したかは、後でじゃあ、ティックドックで。<laughs> 寂しくて泣いたりね、しなかったんだよね。しなくて。なんか。あなんか、ありがとう、本当に、え、なんかもう。すごいな。寂しくて泣いたりはし、しなかった。正直にしなかった。あのー。やっぱね、仲いいことの合宿だからね。そうそうそう。 でももなななるる子はなるかもしれない本当にお兄ちゃんとかは私の兄が免許合宿行った時は結構あの缶詰状態だった本当に合宿所によって違うかもしれないし合宿センターによっても違うかもしれないんだけど本当にね兄はもう帰りたいって思ってたみたいいっってて思みよ、うん、やっぱりその場所でどう楽しむか例えば卓球がある場所もあればスイーツバイキングがある場所もあって。 うん、だから本当にそ,その場所にその場所その場所で楽しみ方って全然違うかもしれないから本当に楽しみたい子は調べていった方がいいし、うん、まあでも正直そこまでの余裕は私にはなかったんだけどね <laughs>、うん、免許取ること精一杯うんうんそういう感じかな フレッシュ出てみたいですかああれかねフレッシュね出たいよねそりゃ出ても爆弾発言したいわあちょっと待ってあ上がっちゃった <laughs> 初見です見た目からしてこの,の絶対いい人わかんないよ裏の裏の <laughs> 何かがあるかもよとか言ってこんばんは動画いつも拝見してますありがとう すっごい嬉しいあっんかいっぱい来や待って待ってなんかね免許の写真はカジュアルフォーマルフォーマルカ,カジュアルカジュアルでいったなんかね結構みんなカジュアルでスエットはいないわトレーナーとかの人が多かったかもうん、なんかねなんかその場で撮れるかどうかも分かんないしね なんかフォーマルな格好で行ってさ落ちる可能性もあるもんねさきちゃんと同じ大学だったらよかったなあさきと同じ大学だったら毎日あれかな <laughs> あっそう会ってて友達だったかな芸能界に入ったきっかけは何ですかどう中学えっとねチャオガールオーディションチャオのオーディション に友達と一緒に応募したかな当時ねすごかったんだよねみんなあのさ AKB48 私本当に大好きですっごい流行ってったのね小学4年生の頃とかなすごい流行っててみんなアイドルになりたいってその時言って,言ってたのね私の周りの子たちがそれでみんな芸能なんかそういうのに憧れててみたいな感じだったからその流れで。 教官にを教ええたたりしたのしのてない <laughs> 言えないい言よねあんな恥ずかしい投稿見せられないよ、ね、教官には <laughs> どうしようバレてたらとかバレてるわけない本当はね教官にお手紙を書こうと思ったのけど <laughs> もうねちゃんと書いたんだけどあの松木ドライビングスクール山形湖のか皆様えみたいな <laughs> 書いたんだけどもうね なんかね書けなかったやっぱり2週間自分はさ2週間行ってすごい思い入れがあるんだけど先生たちは多分さ忙しいじゃんそういうこと考えてたらね全然文章書けなくて終わっちゃったそのまだ書かず勉強書の写真失敗しなあれね実はねなんかね髪をね髪を直す暇がなくてねめっちゃ <laughs> ここら辺に髪の毛こうやってついてるからちょっと自分としてはしちょっと失敗してた。 縦列,列注射はあのねこうやってなんかこうこうねこう私のところはあるんでちゃんとここで曲がるとかってだから大丈夫だったんだけど多分路上まあ行動とかそこら辺ではちょっと練習しないとやっぱきついよねうんそうそうバックで中 自分はこれ絶対やっった方がいいってい美容法なんだろうけどやっぱり睡眠を取る <laughs> なんか心が健康になった感じがした合宿行って合宿行く前は睡眠全然とれてなかったんだけど合宿行って生活習慣がすごい改善されてあのね睡眠とかもちゃんととれるようになったのそしたらなんかね心もね生き生きと <laughs>。 何歳でやってね二十歳なんだけどね <laughs> 何歳の人が喋ってんだよって感じだよね <laughs> う,うんそううんまだ後輩は乗せられないなちょっと私心配性だしたぶん当十10年後とか乗せられるとしてもうんそう脱輪あそう脱輪もね結構最初のうちはしちゃってたお兄ちゃんは乗ったの あお兄ちゃんとはまだ乗ってないなうんうん <laughs> ちょっと待ってね今運転難しいですか運転は難しいすっごい難しいんだけどあのー、やっぱ慣れ慣れで本当に気持ちがどん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 変わってくる最初はもう無理だと思ってたんだけど 絶対、延泊するって思ってたんだけど、やっぱちゃんとね、先生の言うことをおとなしく聞いて、そう、ちゃんとあの忠実にやっていけば、絶対取れる。こんばんは、動画いつも拝見してます。ありがとう。そう、あで、高速、あちょっと待ってね。リオっていうらしいです。リオうん。 <laughs> そう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 ちょっと待って、ね、なんか結構私前の前の文章読んでるかもしれない関節キスした歯ブラシどうなったの歯ブラシはねそのホテルに2個しかなかったから申し訳ないんだけどでもね親友ちゃんも優しいんだよもう本当に何ていうの多分うちら一生の中で一番2番争うぐらいのさ親友ちゃんなのね実は一緒にいた子が。 そう本当にすごい親友ちゃんだったから全然許してくれたんだけどよかったよねなんかちょっとこう距離感のある友達とかだったらささすがに関節キスした歯ブラシちょっとねどうしようってなってめっちゃ気まずくなりそうだよね S 字とクランクは得意ですかねいっぱい指導をいただいてなんとか乗れるようにあとお兄ちゃんとかにもいっぱい <laughs> 教えてもらってなんとか乗れるようになったんだけど。 まあ、な慣れ慣れだね結構最初のうちは脱輪しちゃうしうんうんそうそうそうそんな感じかなそう大体 1, 1時間ぐらい話したのかなって感じなので今日はそろそろ終わりにしたいと思うんだけど S 字絶対使わないよね使わないわかんないけどただあの結構さ旅行とか行ってさ崖崖の 使わないか使わないいかか使わないかなその何かとこどこのテクニックとかで使える人は使えそうだけどなんか、うん、オートマだと演出の恐怖がそうそうそうオートマだとねそこがいいよねあ,ありがとうハートを送ってくれてこれからも応援してるありがとうございますまたライブ楽しみにしてますありがとうもう あのそうやって言ってもらえてちょっとまたまた近々ライブしたいと思いますなんか TikTok ライブも結構楽しいなすごい楽しいなって思ったのでまたまたそうやね歌も載せるのでよかったら小規模ライブやってねありがとうやりますねまた来ますありがとうじゃあこれで終わりにしたいと思います見てくれてありがとうございました

あじゃあ「ライブを終了しますか?」出てきたから終了